今回はライトウェーブレイアウトにおけるコンテントディレクトリーの設定方法について解説します。レイアウトでシーンを構成していく前に、まず下準備として作業で必要なシーンやオブジェクトを置いておく場所となるコンテントディレクトリーの設定を行います。コンテントディレクトリーの設定は、レイアウトの開くメニューからコンテントディレクトリーの設定で行います。あらかじめ作成しておいたフォルダーを指定しても良いですし、フォルダーの参照ダイアログから新しいフォルダーの作成ボタンをクリックして、このダイアログからフォルダーを作成しても構いません。このコンテントディレクトリーの中にシーンやオブジェクト、画像といった各種類に合わせ、さらにサブフォルダーを用意します。シーンファイルが入るのはシーンズ、オブジェクトが入るのはオブジェクト、画像が入るのはイメージズというフォルダーになります。これらのフォルダーを手動で作成しても良いですし、メニューから作成する方法もあります。編集ドロップダウンのパス設定メニューをクリックすると、プリファレンスパネルのパスのタブが開きます。このタブでは、コンテントディレクトリーに関する様々な設定を行うことができます。コンテントディレクトリーボタンをクリックすると、ファイルダイアログが開き、コンテントディレクトリーを設定することができて、その下にある入力フィールドに選択したディレクトリが表示されます。この入力フィールド右隣にある下矢印ボタンをクリックすると、それ以前に設定したディレクトリがリストされるため、コンテントディレクトリの切り替えをすぐに行うことができます。ディレクトリ作成ボタンをクリックすると、入力フィールドに指定しておいたコンテントディレクトリの下に、各種類に応じたフォルダーが自動で生成されるようになります。この方法だと手動でフォルダを作る手間はなくなりますが、必要としないフォルダまで生成されるため、サブフォルダの数を最低限に抑えたいようであれば、手動で作ると良いかもしれません。ここまでがレイアウトで作業する際の下準備となります。